はい、皆さんこんばんは。ホワイトベース館内放送ですね、ちょっと久しぶりになっちゃいました。すいません、サボってたわけではないんですけども、ちょっと私事でいろいろあってお店に戻ってくると夜遅かったりとかしてですね、なかなか取れませんでした。お手紙、たくさんいただいております。ありがとうございます。質問コーナーのメールもですね、いっぱいもらってます。本当にありがとうございます。ではですね、いきなり、今日は皆さんのからのですね質問に答えまくるということで考えてますので、どんどん読んでいこうと思うんですけども、ちょっと読み始める前にですね、館内放送にお手紙を送ってくれて、放送で採用になった方にはですね、このですね館内放送、ちょっとピンボーイでんな、これダメだ見えない、ホワイトベース館内放送缶バッジですね、これ、この館内放送缶バッジをですね、お送りいたしますので、どしどしですね、お手紙を送ってください。はい、すいません、メールの方の方にはないです、申し訳ないですけどもなんかやっぱ手紙をですねしたためて、書いて送ってくださるというのはですね、やっぱりすごく大変なことだと思うんですね。で、非常にありがたいんです。なので、私もですねなかなかそこにお答えできないので、こういう形をさせていただいております。はい、これですか、これは普段着です。普段のですね日常的なファッションに、バイクはプロテクターというのをですね、取り入れることによって、日常的な脅威から、すぐそこにある脅威からですね、脅威を大きくするということに、役立つんじゃないかなというふうに思います。はい、ブラじゃないよ、ブラじゃないよ、はい、すいません、じゃあ手紙を読んでいきましょうかね。はい、こちらの方はですね、突然お手紙を差し上げます。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。ありがとうございます。XR250 バハに乗って、いらっしゃる27歳の男性の方ですね。はい、まずですねリアショックのオーバーホールのができるかどうかについて質問をいただいてますけれども、すいません、リアショックのオーバーホールってうちでは無理です。専門的な設備が必要になるので、専門的な業者さんに任せた方がいいですね。僕も出したことはないんですけども、浜松の方に1軒あるみたいです。ネットで調べてみてください。はい、何軒か出てくると思いますよ。はい、よろしくお願いします。はい、で、現在無職で就活中ですということです。で、昔から剣道をなさったみたいですね。で、剣道関係の会社で4年間働いてたけれども、入社当初は自分の好きなことを仕事にできるなんて幸せだ、転職だと思っていました。しかし時が経つにつれ仕事内容や、給与のことでだんだんと会社に不安疑念を抱き、昨年末に退職した次第ですと。現在休職中ですが、今まで自分のしてきたことといえば剣道ぐらいで、それを取ったら自分には何もなくなってしまうのではないかと思っています。動画で拝見する限りだと二宮さんは世界中を旅したり今までにいろいろな経験をされてきたようで、とても羨ましく思います。そこで質問なのですが、二宮さんにとって転職とは何でしょうか。また就職氷河期と言われる昨今、私のような若造にメッセージかっこカツをいただければ幸いです。よろしくお願いします。カツでいいんですか。カーツ、はい、はい、ということで、あ、いかないですけど、まずですね、一つ、一個だけ、この方この文章しかわからないんで、会社で何があったとかですね、そうしたどういういきさつでたとかって細かいことはわからないです。ただこの文章からだけ、読み取れる内容ですね。一個だけ、はい、僕がちょっと問題だなと、僕はある程度この方よりもおっさんなんで、言わせていただくとすればですね、辞めた原因がですね、まず会社入社した理由が好きなことを仕事にできる、転職だ、幸せだと、ここまでとってもいいと思うんですよ。こういう動機で、人が行動をする場合って誰も止められない、はい、し必ずいい方に行くはずなんです。でも時間が経つにつれていろいろあったんでしょう。でも会社に不安、疑問、疑念を抱いて退職したということなんですけども、
何かの行動を、何か自分の人生の中での分岐点や選択肢があったとして、そこで何か選ぼうと思ったときに、その理由はネガティブじゃダメなんですよ。マイナス要因、例えば嫌だから、ね、あいつがムカつくから嫌いだから嫌だからっていう理由で何かを選択するっていうことだけはやめてもらいたいんです。はい、もうやっちゃった、じゃあ次はうまくやってください。はい、なんでネガティブな理由で物事を決めてはいけないかというとですね、何をしてても嫌なことあるんです。はい、私今この仕事好きですし、頑張ってやれてますし、やりがいも感じてますし、自分で天職だと思ってますけど、そんな自分、そんなホワイトベースの仕事でさえ嫌なことはあるんです。いいことばかりじゃないです。で、その度にですね、嫌なことばかりに目を向けてですね、じゃあやめたと投げ出せる人はまだ楽なんです。はい、でもそういう人に対して周りがどう思うかって言ったら、ああいいねすごいねとは言わないと思うんですね。はい、じゃあ周り関係ねえよ、自分が良ければいいんだ、はい、良ければこうしたい、いい理由ってあったのかな、書いてないだけでもしかしたらあったのかもしれない。自分が良ければいいってなったら、良いという部分がですね、必要です。はい、じゃなければただの逃げになってしまうので、どんな仕事をしても、趣味な好きな仕事をしても嫌なことはあります。でも最初この剣道の関係で好きなことを仕事に、これ僕すごくいいことだと思います。よく趣味や好きなことを仕事にしちゃいけないっていうコメントもたくさんあると思うんですね。で、まあ、一部は正しい、パートリートゥルー、そう思うんですけども、仕事って嫌なこともあるので、最低限それが好きじゃないとやっていけないです。はい、だから僕は好きなことをどんどん仕事にしていいと思ってます。はい、じゃあね、転職が何かと、就職氷河期って言われてますと、僕の時なんてもっとひどかったですよ、就職氷河期ね。大学がですね、自分の大学の卒業生の就職率は100%だって言いたいがために、本当は3割ぐらいなのに残り7割フリーターもまあ仕事をしてるんだから就職だと言ってですね、数字をごまかすようなですね、そんな時代です。はい、で、面接行けばですね、一人暮らしの女の子は採用されるけど、男はなんか鼻で笑われて終わりみたいな感じですね。非常にひどい時代でした。今はどうか分かんないです。もしかしたらその時よりもきつい時代なのかもしれない。はい、でもさっきも言ったんですけど、やっぱりどこかの会社を受けるにあたって、じゃあなんでうちの会社を受けたんですか、なんで前の会社辞めたんですかっていう時に、嫌だからね、辛くて会社の経営に不信を抱いてとか言っちゃうと絶対まずいです。はい、だって経営者じゃないのに何が分かるんだっていう話ですよ、ね、もしかしたら、ね、給料を払うために、何としてでも従業員の給料を払うためにですね、多少汚いことやったのかもしれないですよ。でもそんなん誰にも責められることじゃないです。で、じゃあまずそこでね、どういうふうにしたらいいんだ、まず自分が、なんだろう、どんな仕事でもいいんですよ。その仕事が楽しいとか、やりがいがあっていいっていうのは、非常にラッキーなことなんです。それやっていく中で見つければいいです。はい、じゃあ、そのラッキーなことを期待して、どっかの会社に入るんだったら、そこをやっぱりこう、フォーカスするべきですよね。面接の時にも言うべきですよね。転職っていうのは、長い間続けてみて、自分に対して、プラスがあったもののことを言うと思います。はい、だから例えば長く続ければ続けるほどダメになる仕事っていうのは転職ではないんです。例えばですよ、まあ、こんな言い方しちゃダメですけど、別に全てのその仕事を否定するわけでも肯定するわけでもないですけども、例えば、ね、水商売、お酒を飲んで接客をする、若くて綺麗な女性がやる水商売ですね。じゃあ、年齢ごまかして16歳で入ってすごい人気出た、ちやほやされた、じゃあその仕事10年続けたらどうなりますか。ものすごいプロフェッショナルになって、どこからも引く手あまたな、ものすごいベテランになって給料も上がるのではなくて、10年だったらもう来なくていいようなんですよ。そういうのはいくら楽しくても転職とは言わないんです。長く続けることで自分の目標にたどり着いた、そしたらそれを
切っ先を研ぎ澄ませばいいと思うし、さらにこう長く続けていくことで何か自分に得るものがあって、でそこでも地位が盤石になって、で振り返ってみて、ああ自分はこういう仕事を通じてこういうことを身についたなと、これはどこ行ってもやっていけるなっていうものが得られるようになることが転職だと思います。職業その種類そのものにはあまり関係がないと思いますね、僕は。はい、そう思います。ということで、まあ、すごい達筆な字でたくさん文章をいただいたので熱く答えさせていただきましたけど、はい、というわけで、この方ですね、この人は、剣道の人、缶バッジを送っておきます。はい、では次質問コーナー、メールの方行ってみましょうかね。はい、翔ちゃん愛してるで仕事中で放送見れないが、俺と翔ちゃんの間に言葉なんていらないのは通じ合ってるぜ、 I love you 翔ちゃんグラッチェ。はい、次行きましょうかね。はい今年高1になるのですが、夏休みに、今買いな時ホーネットを買おうと思っています。ローン組みたいのですが、そうですね、高1だとローン組めないですね。で親にローンを組んでもらうと頼むんですが、なかなか許可がおりませんと。どうすれば許可が下りると思いますか、野宮さん助けてください。月々のお金はバイト代で親に渡して払ってもらうつもりですと。はい、そうですね、これ結構僕得意ですよ。はい、そうですね、まあお店のですね、選び方にもよると思うんですけども、そうだな、まずお母さんの好みを調べてください、ね、韓流ドラマが好きとかいろいろあると思うんですけども、でその俳優にそっくりとまではいかないまでも同じ系統の店員さんがいるお店をでバイクを見つけて、そこにお母さん連れてっちゃう、でその、イケメン店員さんと二人っきりにしちゃう、はい、これが一番いいんじゃないかなというふうに思いますけれども、いかがでしょうね。まあ、今のはまあ極端ですけど、まあ、要は心配なんですよ親御さんっていうのは。はい、バイクに乗ったら事故を起こすんじゃないかとか、騙されちゃうんじゃないかとか、中古なんて下手なもん捕まされるんじゃないかとかですね、そういうのがやっぱ心配なんですね。でそういう時って息子さんがいくらですね頑張って言ってもなかなか通用しないもんがありますので、やっぱお店に一緒に連れてくとか、店員さんにお話をしてですね、ちょっとお母さんと電話変わってくれないかとか、そういった展開が一番いいんじゃないのかなというふうに思いますよ。はい、僕の場合は勝手に取って勝手に買いましたはい、じゃあ次行こうかな。駐車スペースに、下が土、この場合鉄板のようなものをした方がいいのですか。そうですね、バイク止めるときに下が土の場合はですね、石ころでも木の板でも何でもいいんで、スタンドが突き刺さらないようにしてください。じゃないと雨が降ったりしたときにズブ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 入っていっちゃいます。はい、靴、バイクに乗る際はやはり丈夫な靴でないとすぐダメになってしまうのでしょうか。大丈夫なんですけども、ミッションペダルがあるバイクの場合ですね、左のつま先の上側がどんどん擦れていっちゃうので、カバーを売ってます。当てが売ってるんで、それをつけてもらうか、ミッションにそのものに靴下みたいなやつが売ってますんで、はい、それをつけてください。時藤三郎に似てると言われたことは一度もございません。はい、87年発売のツースト水冷シングルを維持するのにストックしておきたいパーツで、最低これはストックすべきパーツはありますか。ピストンリング、シリンダーヘッドガスケット、それからシリンダーベースガスケット、ですね、あとはインテークマニホールド、あとはゴムの部分ですよね、あとはエアーエレメント、それからエアークリーナーボックスからキャブレターにつながるゴムの部分ですね、これだけは最低限確保してください。はい、これは絶版になったらちょっと まずいんで、あとはフューエルコックですね、フューエルコックとその周辺パッキン、これがあれば一番いいんじゃないかな。
と思いますよ。はい、じゃあどしどし、じゃあ次お手紙いってみましょうか。はい、あ、こちら二宮さんに愛を届ける係オン中フロムギリギリ20代女子さん、ありがとうございます。うん、この便箋は、うん、女の子っぽい便箋です。うん、女の子の部屋の匂いがする。こういうこと言ってるとね、だからね、あの変態扱いなんですけどね。はい、あ、こちらの方はあの長野の方ですね、大滝食堂ミーティングに来ていただいてですね、石岡優希くんのためにですね、貴重なタンパク源を、はい、くださった方です。はい、ですね、すげえ字綺麗だなこの人。はい、あ、これは応援メッセージですね。ランコさん、ありがとうございます。先日は大滝食堂ミーティングに参加させていただきありがとうございます。今まで YouTube や Twitter で見るだけで自分には遠い世界だなと思っていましたが、実際に参加することができてこんなに近いものなんだなと感じられ、とても楽しい一日を過ごすことができました。ありがとうございます。いつも PC の前でしか二宮さんを見ることができなかったのですが、そうですか。うん、二宮さんと直接会ってお話しすることができとても嬉しかったです。私も嬉しかったです。はい、いつもはですね、こう PC の前からカメラを通じてあなたを見ることしかできないんですけども、なんですけども、はい、イナゴ、ハチノコも楽しく食べていただけたようで何よりです。はい、全部いただきましたよ。特に小沢くんがハチノコ大好きでした。11月に免許を取り、SR 乗りなんですね。はい、遠方に行くのは心もとないのですが、またミーティングやツーリングに参加する機会がありましたら、バイクで参加できるように精進したいと思います。その第一歩として、バイクでホワイトベースまで行けるよう下調べがてら、車でお店に伺おうと考えています。3月中に行けたらいいなと、いろんな大変なことも多いかと思いますが、お体にお気をつけて頑張ってください。これからも応援しています。ありがとうございます。車でも全然構わないですよ。はい。で、来るとき、事前に教えてください。僕、外出しているケースもありますので、はい。よろしくお願いします。SR ライダー増えたですね。本当ですね。よかったよかった。5月に SR ミーティングってあるんですよね。あれ、今日お客さん来ておっしゃってたんですけども、いやもう行くしかねえな。 SR ミーティングにみんなで行って、そこで鬼の半倉来て練り歩く。はい、あ、こちらの方は前にもご連絡いただいた方ですね。CBR の600か1100に、1000にするかの質問で、600にすることにしましたと。はい、いいんじゃないかな。はい、慣らし運転についてなのですが、私は、3000キロまで500キロごとにオイル交換をし、3000キロ以降は1000キロごとに交換しようと考えています。オイル交換頻度は、このくらい大丈夫でしょうか。ちなみにですね、新車のオイル交換頻度についてはですね、多分サービスマニュアルか最初に買った時の説明書に書いてあります。ものによってはタンクにシールが貼ってある場合もあるんで、そこはメーカー基準に従った方がいいです。で、オイル交換もそうなんですけども、何キロ走るまでは何千回転までしか入れちゃいけないみたいな縛りがあるバイクもありますので、そこはぜひ気をつけてください。気をつけてください。そしてメーカーの人とですね、ちょっと話をそれは聞いて、ください。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ次行こうかな。あ、これフー、あ、フー切ってある。こちらペンネーム書いてないな。お、写真が入ってますね。これはもしかして、あ、大槌町のホワイトベースだ。大槌町のホワイトベース知ってます？あの仮設住宅ですよ。あの被災者のための仮設住宅、大槌町のホワイトベース。白と赤と青と緑、青と黄色。これはガンダム。ガンダムというよりホワイトベース。こんな感じなんだ。これ寒そうだな、この建物。大丈夫なのかな。こんなところにありますよ、大槌町のホワイトベースね。すごい。うん、だけどこれさっき見したか。はい、こんなのすごいや。背景、初めてお便りいたします。あ、ありがとうございます。初めてお便り受け取ります。はい、昨年どうしても乗ってみたいバイクができ、46歳にして、普通自動車二輪免許を
普通自動二輪免許を取得いたしました。はい。でもうちの親父ね、もうちょっと年取ってからですよ。はい。あの僕が免許取ったんで、なんか悔しくて取ったらしいんですけど、教習中は何度もくじけそうになりましたが、二宮さんの動画に励まされ、なんとか無事初試験も一発合格することができました。ありがとうございます。すごいすごいですね。僕一発で受かんなかったですよ。はい。免許取得後は教習所の入校前に注文した KTM200 デュークに雪が積もり出すまで毎日欠かさず乗り、今のところこれも二宮さんのおかげでしょうか。いや、そんなことないです。無事故無違反で、経過しています。今後とも頑張ってください。今後も折に触れてご連絡差し上げたいと思いますね。その際は200式とお呼びください。はい。ですね、ほう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 、あ、このホワイトベースの先ほど見せた、一見ガンダムカラーなのですが、よく見ると白地の部分がややクリームかかった色で、その部分がガンダムというよりジムカイに近いかなという印象を受けました。かなりこの人は詳しいですね。はい。このホワイトベースの建設地には、被災前大槌町の、施設が建っており、それが津波によって破壊されたため跡地利用として計画されたものとのことですと。グランド高台にある中学校のグランドには仮設住宅は今も残り、何百人もの人々が、生活をしています。また正面から望む海沿いの道路に架かる橋は津波によって破壊されたままです。そんな被災地の現在をはっきりと私たちに突きつける場所に立つホワイトベースを考え深く見てまいりました。このまま飛んだらいいですよね。はい。さて、そこで、提案です。今年の第1回目のミーティングは大槌町で行いましょう。タイトルはホワイトベース被災地に立つ。はい。おい、あ、でも僕はいいんですけど、大槌町のこの仮設住宅のところがで私たちを受け入れてくれるんでしょうかね。もしそれだったらいけますけど、勝手に集まるわけにはいかないと思うんですけどね。はい。まあ、でもちょっとそれ楽しそうですよね。行ってみたい。ありがとうございます。大事にさせていただきます。館内放送缶バッジお送りしますので、はい、ぜひつけてください。僕もあのここについてます。ここに、ここについてます。はい、ありがとうございます。はい。ですね、これも、館内放送アパレル関係いつも楽しみにしています。ありがとうございます。はい。S さんですね。つなぎも注文させていただきました。ありがとうございます。フルフェイスで二宮さんがおすすめするヘルメットは何ですか。はい。僕メーカーから何かもらってるわけでも何でもないんですけど、これをおすすめします。このアウルというメーカー、はい、これですね。このシステムメット、これを強くおすすめします。これ非常にいい作りをします。ただしデカめなんで、必ず試着してから買ってください。で、オーダーメイドです。これオーダーメイドと、まあ、受注で来る品物ですね。この近くだとライコランドでしか使ってないですけども、これ新井の商社が作ってるメットなんで、価格によらず作りがいいです。まあ、ブランドイメージがないんで、価格安いんでしょうけど、作りもいいし、シェイプもシステムメットにしたらシェイプもかっこいいです。はい。これおすすめですね。この、顎のガードのところとか外せます。で、外して、ジェペルにできます。はい。インナーバイザー、サングラスのことですよね。これなんかね、それもついてますよ。ほら、シャコッと、はい、シャコッと。この辺のギミックがですね、ガンダムのノーマルスーツに見えてくるんじゃないかなというふうに思います。これでね、今のメットでこれで2万ぐらいですよ。はい。安いっす。なぜバイクの車検は 400cc からなのでしょうか。 250cc もあるのに。正確に言うとですね、 400cc からじゃなくて、車検があるのは 251cc から、あ、 250cc からですよ。だから、世間の250と言われているバイクはみんなすべからくですね、 249cc なんです。はい。まあそれは別にいいんですけども、これ管轄が違うんですね。はい。これ管轄が違います。まずなんでこういうことがあるかというとですね、これもしかしたら正しくないかもしれないんですけども、まず世の中に初めてオートバイというものが生まれたときに、それは法律上は自転車だったんですね。はい。自転車、その名前が
今でも残っている原動機付き自転車というものになっています。で、自転車にエンジンつけただけのですね、最初のカブですね、あのホンダ総一郎を作った、あの本当商業チャリにエンジンがついてただけ、本当自転車だろだよっていう、はい、これが世の中で最初のオートバイと言われていますけれども、まあ、ラビットとかもありましたけどね、言われてますけれども、要は最初は自転車だったと。で、それがどん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 排気量が上がっていきましたよと。で、ある程度大きくなりました。じゃあこれ自転車のままでいいのかということで、軽自動車になりました。大きいもの、その仕切りが 125cc で仕切られました。それ以上大きいものは軽自動車扱いにしましょうということになりました。これ軽自動車扱いになると、税金が変わります。それから自動車専用の道路を通ることができます。で、原動機付き自転車は自転車なので自動車専用道路は通れませんでした、はい、じゃあそれからさらに排気量が大きくなっていきましたよと。普通の車が、ね、あの軽自動車扱いじゃないと、普通の車でも、ね、あのタイヤが4個あれば、こういう法的に大きいものの扱いなのに、バイクはこのままでいいのかということになって、 400cc 以上のものに関しては普通の自動車と扱いが同じになったんですね、はい、で普通の自動車を管轄しているところと軽自動車を管轄しているところ、つまり 250cc の自動車、オートバイを管轄しているところっていうのが違う管轄だったんです。管轄が違うんです、はい、なので、普通自動車は国土交通省、普通自動車は車検がある、はい、で普通自動車扱いのオートバイは当然車検があるということで、400のオートバイは車検がありますよ。じゃあ250以下は軽自動車です、はい、軽自動車扱い、軽は、まあ、四輪の軽は車検ありますけれども、まあ、昔どうだったか、昔もしかしたらなかったんじゃないかな、わかんないですけども、あの管轄が違うので、普通自動車の方でやってるような車検の規定っていうのは軽の方にはないというような感じで、125までのオートバイは自転車なので、市区町村管轄、はい、なので、もちろん車検はないと。その代わり国土交通省が管理してるですね、管理、国交省なのかな、わかんないけど、要は自動車専用道路の管轄っていうのは市区町村じゃないんですね。だから原付は高速道路を走れないというようなことになります。ちょっと話脱線しましたけども、はい、でこの方ステッカー作ってくれましたね。あのカッターナイフで手作業で作ってくれた。カッターで作るかい、すごい、二宮翔平、小沢誠二、西郷岡勇気、ジョジョ芸人高橋、ホワイトベース、そしてハロハロもいただいちゃった、ありがとうございます。これどっかに貼ろうかな、どっかに貼らせていただきます。ありがとうございます、はい、あとまだ手紙がいくつかあるけど、これ開けてないな。あ、最後に1通、もう1通お手紙読ませていただきたいなと思います。すごい達筆、皆さんやばいです、やばいです。現役の警察官から手紙が届いてしまいました。二宮さん、そしてホワイトベーススタッフの皆様、はじめまして。私は全国のバイク乗りの敵ではない警察官をしているものです。はい、ありがとうございます。いつも館内放送を楽しく拝見させていただいております。はい、愛車ホンダスカッシュの調子が悪く、あれこれネットを検索しているときに二宮さんの YouTube を拝見して以来、あまりの喋りの上手さにファンになってしまいました。そんなに僕うまいでしょうかね。はい、口がうまい、喋りがうまいっていうのはこう、いいと言われるときと悪いと言われるときあるんですけどもね、はい、すごいこの人字上手だな。やっぱ警察官ってちゃんとした人だとじゃないとなれないんですね。はい、私は東京からずっと遠くの関西に住んでおり、ホワイトベースに訪ねる機会には恵まれておりませんが、これからも動画を続いて応援させていただきたいと思っています。ありがとうございます。はい、じゃあ僕がもし関西に行ったら逮捕してください。はい、優しく、やめよう、こういう変態キャラは。さてここからが本題です。二宮さんがよくお話になる事柄で、ヘルメットはフルフェイス、ボディーガード着用などと、体を守るグッズのおすすめがあります。私も大賛成です、ね、いや皆さんこれ、
この方のメッセージ非常に今回なんで僕読みたいなと思ったかというとですね、この先の部分ですね、しかも質問コーナーでしてお願いコーナーで送っていただいております。はい、お願いコーナーありがとうございます。そんなコーナー作ったかな。私の職業柄、交通事故の取り扱いが日常なので、たくさんの怪我人を目の当たりにしています。特にバイクを運転する方が当事者となる場合、皆様が普段は垣間見ないような重傷者、時には死に至る現場を何度も見る私はとても胸が痛くなります。そうですね、警察官の方もやっぱ人間です。やっぱりそうした現場ばかり、見てるとですね、何とかできないものかって普通は思うでしょう。はい。そして、私の周りで中型大型バイクで楽しそうにぶっ飛ばす若者がみなハンキャップでいることに、この上ない危機感を覚える次第です。制服を着て注意を促しても耳を傾けて聞いてくれる人はあまりいません。僕ね、切符さえ切られなければどんな話でもありがたく伺います。はい。みんなもそうだと思うけど、はい、まあ、こういうすいませんね、話の腰を折りました、申し訳ない。それよりも、このポリ俺に切符を渡すつもりなのかという、猜疑心いっぱいの目で未来見つけることが多く、なかなか安全を訴えることって難しいと感じます。そうですよね。確かにそう。でも皆さん、この方おっしゃるように、全ての警察官がですね、ノルマこなしのために何でもかんでも切符切ろうとしてくる方ばかりじゃないんです。むしろそういう人っていうのは割と警察署内の中でも煙たがられているパターンが多いらしいんですね。はい。で、例えば私がよく参加させていただいてですね、交通安全イベントとかにたくさん警察官来ますけども、そこに来てらっしゃる方たちっていうのはみんなやっぱりなんとか切符切ってやろうとかじゃなくてですね、そういう悲惨な事故をどうにか少なくしようというふうに思ってらっしゃる方が非常に多くて、しかも私の動画をですね、ご覧になっていただいているような方から名刺をいただいたりとかもしております。はい。なので非常に最もなお手紙をいただけたなと、なんか俺ここまで来たかって感じですよ。へえ、ここまで来た。はい。すいませんね、大真面目な話ですよ。そこで二宮さんの言葉を通じて、つまり警察官として、安全注意を促してもなかなかまともにですね、煙たがって、猜疑心を多く聞いてくれない中で、二宮さんの言葉を通じて、私のことを通じて、身の安全をより深く考えてもらえるよう、動画を通じてバイク好きの方々に広めていただけたらと言いますのが私の願いなのですと。はい。最近関係ない動画、関係ないというか、僕が最近撮った動画で、まあ、今もそうですけども前はこう胸中に入れてたんですけども、こうやって胸部プロテクターをつけて動画を撮るようになったっていうのは、実はこのちょっとお名前出せないですけども、あ、この人名前書いてないや。はい。ステッカーもらえたらって書いてますけど、名前と住所書いてないんで、そうですね、この放送見てたらぜひお名前と住所メールでいいんでください。はい。缶バッジとステッカー差し上げますんで。はい。そう、この方のお手紙いただいてから、これをですね、ちょっと何も言わなくても別に普段からこうつけてですね、あ、普段から胸部プロテクターするのって実はもしかしてちょっとかっこいいんじゃないかっていうのをですね、まあ、俺が着てるからそうはないかもしれないけど、訴えたくてこれつけてます。はい。ちなみに私自身、16歳から27年間ひたすらバイクに乗り続けており、元来スピード強で何度も事故を起こしてきた結果、40キロ以上スピードが出ないバイクに乗ることにしております。ゆっくりと風を感じる楽しみをこれからも味わいたいと思い、自分自身に生かしていますと。長文失礼しました。これからも応援しています。ありがとうございます。面白いですよね。こうした警察官で、なおかつその悲惨な事故を目の当たりにしてですね、ヘルメットは必要だなと、フルフェイスだなと、プロテクターは必要だなって言ってる方も、やっぱりそのバイクでスピード出すっていうのは爽快感を伴う。僕も好きです。楽しい。はい。そういうふうに、そういう楽しさを分かっていて、なおかつバイクが好きで、でなおかつそれをこう取り締まる側にあって、なおかつ、若者にやですね、ハンキャップの人たちに注意を促すことをしつつ、自分もバイクに乗ってですね、いじりながらバイクライフを送っていると、結構珍しい人だと思います。はい。ですね。はい、わかりました。お願いコーナー採用させていただきますので、なるべくですね、忘れることもあると思うんですけども、普段から私も胸部プロテクターをつけてですね、啓蒙活動に勤しんでまいりたいと思います。
ありがとうございます。で、あの館内放送缶バッジお送りしますので、お名前と住所が書いてない、まあ、最初ですね、あの現役警察官として名前と住所が分かる形でこう送ってしまうとですね、なんかこう内部的なあれこれな問題で、懲戒免職になっちゃったりするから書いてないのかなって思ったんですけども、あの多分そんな そこまでじゃないと思うので、ぜひ、送ってほしいんだな。お願いします。はい、じゃあね、さっきツイキャスでもらった質問ですね。はい、明日かな、明日雪らしいですね。明日雪の予報なので、明日の雪はどうなりますかというですね、そう、私は何を隠そうですね、気象予報士顔負けのにですね、天気図を読みこなすことができるという男なんですね。すごいですよ。じゃあ、ね、天気図、天気図見てみましょうかね。これじゃない、あ、ツイキャスに最初のメッセージの方がいる。血圧が上がった、大丈夫ですか。すいません、血圧上げないでください、はい、あの血圧上げたらバラーとぶっ倒れちゃって、この辺がブシュッとか出るんで、はい、明日ね、雪の予報って本当ですか。明日の天気、天気、あれ雪なんてないぞ、雨予報ですよね。全然、もう全然、もう2日は日本の南を前線を伴った低気圧が発達しながら東へ進む見込みです。このため多摩地方の山沿いを中心に2日朝にかけて雪が、今のは見なかったことにしよう、はい、明日は、明日の天気、じゃあ僕宣言しますよ、明日の天気は春一番が吹きます、間違いない、この天気図なら間違いない、はい、なんかこの、あの高いっていうのと高いっていうのとその間にですね、あのなんか波々の線みたいなのがあって、なんかその波々の線の丸い半分の丸と半分の三角にやる気を感じますね、はい、非常にここにやる気を感じます。で、やる気の低い低っていうこうね、ああもうマジテンション低いよみたいな低っていうですね、渦がいっぱい書いてあるやつは、あの我が国の北方領土の上の方にいるので、まあこいつに関してはロシア野郎に直撃させてもらいましょう、はいね、で日本の左右はですね、やっぱりこのテンション高い人たちがこう集まってこうこうって書いてますね。ああもうテンション高えぜってやつがいっぱい来てるっていうことは、明日は小春日和、むしろ初夏を感じるですね、もう海の上臨時営業っていうぐらいの素晴らしい天気になるでしょう。バイク日和です皆さん、はい、今日からバイクの準備をしておいてください、イエーイ。だってそう書いてあるもんね、はい、というわけで、多摩西部積雪5センチ、嘘です、の見込みです、見込みだもん、うん、いや世の中いろんな人がいるんです。僕もいれば気象予報士の人もいるし、気象庁の人もいるし、いろんな人がいるんです。いろんな意見があっていい、いろんな意見があっていいと思うんです、はいね、天気が誰を採用するかなんて明日になるまで分かりません。次行きましょうか。ヘルメット、頭が小さく見えるヘルメット、うん、まずそんなものが存在するのかどうか分かんないですけども、まずですね、頭ちっちゃく見えるヘルメットって結構危険ですよ、はい、結構危険です、危ないです、はい、頭が小さく見えるヘルメットをかぶるよりは体を大きく見せてください。モコモコしたものを着たり、必死に筋トレをしたり、あとたくさん食べてデブになってください。そうすると頭がちっちゃく見えます。で乗るバイクは大きい人に限ってですね、モンキーとかゴリラとか乗りたがるので、大きいバイクに乗ってください、はい、大きいバイクに乗ると必然的に体も小さく見えて、モコモコした服を着てると頭も小さく見えますので、はい、いいんじゃないかなと思いますよ。
次、初バイクエピソード、あの甘い記憶をですか、あの甘い記憶を呼び起こすわけですか。初バイクね、初バイクはあの多分ライブディオだと思いますね。大真面目ですけども、ライブディオだと思うんですけど、すぐ盗まれちゃったんですよ。で、すぐ盗まれてフロントぐちゃぐちゃになった状態ですね、警察から連絡が来て取りに行ったんですけども、まあどうやら未成年が盗難をしてて、ゲロゲロに改造されてましてね、その時ついたものがペコペコ音がするパワーフィルターなんです。僕それからパワーフィルター嫌いになったんですけども、で、まあフロントぐちゃぐちゃで、で乗ってた人もその警察と追っかけっこやってこけて怪我したっていう理由で、誰が盗んだか教えてもらえなかったっす。はい、非常に腹が立つ。なんか秘匿されましたね。まあそれはちょっと疑問は感じますけれども、初バイクはそういうバイクだから、割とね僕あの盗まれることでですね、最初からバイク失うケースが多かったです。最初のライブ D もそうだし、次のアド V100 もそうだったし、 C11A かな、それもダメだったし、でその次の VT も盗まれたし、盗難がとっても多いですので、はい、ぜひですね、皆さん初バイクを盗難されると非常に、胸に傷が残ります。あれですよ、初バイクって特別なんです、すごくね、初めて付き合った恋人のようにですね、もう一生お前俺と一緒にやってこうよぐらいな思いになっちゃうわけですよ。それがですね、どっかの男にかっさらわれてですね、なんかいろんなことを仕込まれたで、ターゲットにですね、ポイって捨てられて、あのぐちゃぐちゃになって帰ってきた、おーおーおーってなるわけですよ。はい、今考えると、今並みの知識と技術があれば直せたと思うんです。はい、なんとかして元通りにはならなくても走れる状態にできたんじゃないかなと思います。だからそれは非常に残念でならない。だからあのライブディオも買ってすぐだったんで、もう走行100キロぐらいで盗まれたんでよく覚えてないんですけども、その後に盗まれた VT ね、 VT250F 青白のカラー、これいつかまた自分手に入れたいんです。オークションなかなか出てこないんですね。だからでもあれ安いですよ、人気ないから、本当不人気だから非常に安いんですけども、いつかね、僕と同じ、僕の妻と同じ、VT250F、青白のツートンカラーのやつがあったらですね、なんとか手に入れたいというふうに思ってます。はい、誰かくれないかな。オレンジ来いよが頑張って、そうオレンジよ、あの聞いてます、すいませんね、あの言葉遣い存在になっちゃいまして、あのオレンジさん、はい、オレンジさんのために、写真を撮りに来た方が今日いらっしゃいました。はい、はい、本当です、はい、オレンジさんのために今日写真を、本当に一途でオレンジさん、二宮さんのこと大好きみたいで、すごく応援してるんですっていう人がですね、オレンジさん、真剣にオレンジさんのためにって言って、あの僕の写真を撮りに来て、あの多少びっくりしたけど、あの撮られておきましたよ。はい、そう、自分のバイクを盗もうとしてるやつを見つけたらですね、もう本当、もう流血騒ぎにした後もすぐにあれですね、速攻裁判に送り込んで有罪判決みたいな、まあ、あのあれですね、うざい発明、アンディ・ライリーっていう人の本があるんで、それにあのバイク泥を速攻裁判処刑機っていうのがありましたけどもね、はい、嫁が二宮さんを盗みたいと言っています。これ本名書いてあるんで読めないな、でもはい、待ってるぜ、名前わかんないけど、はい、さてと、ね、これで先ほどのツイッターのツイキャスの方もやらせてもらいましたけども、はい、質問コーナーの後にびっくりマークを20個ぐらいつけてくれたメールの方がいるんでちょっと読みます。はい、僕の動画を見た日はティッシュの消費量が多いと。まあそんなにムズムズしますか、僕アレルギーじゃないですか。はい、大丈夫ですか。すいません、今ね無理やり下ネタ回避しましたけどもね、バイクを保管する方法についてお聞きしたいです。1、
外に何もかけずにバイクを保管。2、外でバイクカバーをかけて保管。3、屋根、壁のある車庫のような建物内にて裸で保管。上記の建物でさらにカバーをかけて保管。どれが一番いいんですか。ですね、裸でっていう部分に反応している人が何人かいると思うんですけどもね、あの自分が裸になるわけじゃないですよ。はい、何かすみません、あ、先ほどの 嫁さんが盗みたいって言っている人に謝られてしまった。謝らないでください、はい、待ってますんで。すみません、質問に戻りますけども、あの一番いいのは建物内でカバーをかけてです。建物の中でも埃かぶるんで、カバーかけた方がいいですね、はい、と思いますよ。でかけるカバーもいろんな種類があるし、場所によるんです。例えばその湿気が多い場所、うん、だとカバーかけると逆に逆効果だったりします。はい、あとはその海沿い沿岸地域だと、カバーかけないとやっぱりこの風の中に潮が含まれているんで、それでダメになっちゃったりとかするんですけども、やっぱりできれば、屋根壁のある車庫でカバーをかける、これが一番いいんですけど、まあ、屋根壁のある建物でカバーかけなくてもいいのかな。屋根のあるところだったら一番いいんですけどもね、雨ざらしはダメです。1週間ぐらいで錆だらけになっちゃいますので、はい、それだけは気をつけてくれるといいんじゃないかな。さてと、よいしょと、あ、タオルケット、うん、あ、そうですね、僕のことを奥様がダーリンと呼んでいらっしゃる方も、あ、バイクの上で裸になって保管、それは何を保管してるんだ、自分が裸でバイクにカバー、これも何を全裸待機ですか、ネイキッドだけに裸で、やっぱりね、裸っていうところでこう言われている、はい、あ、ミーティングの話は、あ、そうそう、すいません、いろんな方からですね、ミーティングのオファーをいただいております。はい、なので一人一人ちょっと進めていきたいので、ちょっと公の場所で今言うのはやめます。なぜかっていうと、決定事項がまだ一個もないからです。はい。なので、一番今、濃厚なのは名古屋の線なんですけども、はい。まず、僕の方がですね、今月いろいろ入り用で、あとね、一番心配なのは月末って考えてたんですけども、モーターサイクルショーがあるんですよ。だからみんな行きたいんじゃないかなっていうので、で、22の週が僕ダメで、で15はちょっと近すぎるので、ずらせたらなと思うんですけどもね、まあ、モーターサイクルショーって言っても、ま、毎日行くわけじゃないんでねじ込んじゃってもいいんですけど、というような感じでなんですよ。はい、でいうのもあるので、今公で言っちゃうとですね、決定事項だと思っちゃう人が出るので、ちょっと放送で言うのはやめましょう。はい、よろしくお願いします。すげえ今日喋ってるな、なんか飲もう。あ、大阪、ですね、兵庫の方からオファーいただいてます。なので、大阪方面ですね、をちょっと行ければなというふうに思ってますけども、兵庫だと新潟、それからもちろん北海道もですね、オファーいただいてます。ちょっとシャーク飲ましてください。モエナじゃないですけどね。告白の話ですか？私の初恋的な、ちょっと喉痛いですね。はい。初恋の話っすか。もう、いや、結構短いですよ。初恋の話なんですけど、まあ、お付き合いするってよく分かんなかったんですよ、僕全然。で、高1かな、中学かなの時に、好きだった女の子によく分かんないんですけど、付き合ってくださいと言ってみました。で、まあ、OK だったんですけども、なぜか分かんないんですけども、その子がですね、その翌々日ぐらいにですね、他の男となんかイチャコキ始めてですね、で、なんだろうと思ったその日に、なんか僕の自転車のタイヤがカッターでズザズザにされてたんですね。なんか二人でやったらしいんですけどそれで終わりました。はい、これが僕の初恋だな。終わっちゃった、話が終わっちゃった。ね、まあ、その後は皆さんも知っての通りですね、二次元の世界で、
ギャルゲーのギャルを、恋人と呼びですね、昔ときめきメモリアルっていうのが流行ったんですよ、はい、ときめきメモリアルで あんま好みじゃない女の子も含めてですね、全キャラ撃破という偉業を成し遂げた頃に高校を卒業いたしました、はい、ときめもやってた人みんないると思うんですけどね、はい、ときめもね、うん、昔の時にもスーファミだけ、スーファミプレステだったかな、喋ったんですよね、うん、いや、でもあの時はすごかった、昔初音ミクみたいなのがなくてただの二次元キャラだったんですけど、二次元キャラの上りみたいな、その画面でアニメが喋ってる状態で、まあ、声優さん隠れてるんですけども、それでライブとかやってましたからね、もう言ってないですよ、言ってないですよ、そういう映像を見ただけですけど、そこまでちょっとついていけなかったな、うん、そう、まあ、皆さんいろいろ反応してますけども、で、モーターサイクル、モーターサイクルショーですね、はい、私行きます、はい、私行きますし、目立つ格好して歩いてますので、そうですね、モーターサイクルショーで僕と会った方は、なんだろう、挨拶でもしましょう、あ、どうも、あ、ジャス、あ、どうも。みたいな感じで、別に何しようってわけじゃないんですよ、僕モーターサイクルショー行って、別に、なんかそこでなんだろうね、なんかお店出すっていうつもりもないんですけども、ただこういう仕事をしてる手前ですね、まあ新車の動向というのはまあちらちらっと見に行って、そんなに長時間いないですよ。で、あとは例えば工務店関係ですね、面白いバイクに関する技術でやってるところとかも少ないながらいるんです、今本当少ないですけども、少ないながらいらっしゃるので、例えば絶版部品作ってくれるよみたいなところがもしあれば、名刺でもいただいて来ようかなというような、そういった目的で行きます。はい、でもね、いつも行ってもやっぱメーカーの新商品みたいなのが多いんで、あんまり役に立たないかなっていうふうに思うんですよね。どうでしょうね、皆さん。ただ動向が分かってると、モーターサイクルショーに行っていた知識がですね、すぐに僕の仕事に役立つことはないです。ただ5年10年した時にですね、それが役立つ日も来るのかなというふうに思ってます。はい、1日ぐらいちょっと行ってみようかなというふうに考えてますけども、多分金曜日とかなんじゃないかな、ね、よろしくお願いします。そんな感じですね、今日は何通かお手紙を読ませていただきましたけども、はい、ホワイトベースではですね、質問コーナーというものをやっております。E メールのタイトルに質問コーナーと書いてですね、私宛に送ってください。メールアドレスはホームページやですね、この動画の説明のところにも、記載しておりますので、そこに対してメールを流していただければですね、読ませていただきます。で、同時にですね、お手紙でもメールを お手紙でも、質問やですね、このようにお願いコーナーとかですね、二宮さんに愛を届けるコーナーとかですね、いろんな方がいらっしゃるんですけども、何コーナーでもいいんですけど、お手紙も募集しております。で、お手紙の方は、採用された方にはですね、こちらの、館内放送缶バッジですね、これを差し上げております。で、この館内放送缶バッジというのは販売はしてないです、非売品です。数量限定で、僕の方で、作らせていただきました。はい、なので、まあ、もしよかったらこれをですね、ライディングウェアのどこかやズボン、カバンの片隅でも貼っていただけると、嬉しいです。ありがとうございます。はい、で、SR っぽいシャツ、あ、そうそう、僕ね、バイク T シャツ、バイクの絵を描いてその T シャツを出してるんですけども、それの注文すでにもう最初の3日ぐらいでほとんど売り切れちゃったんですけど、今急ぎで注文出してます。ただ、印刷工場の方がですね、なかなかちょっと動いてないんですけども、忙しくて、プッシュ入れてますんで、もうしばらくお待ちください。もし入荷したらすぐにアナウンスをさせていただきます。で、あと色ですね、次もまた違う色で作りたいと思ってますので、リクエストがあれば、はい、ぜひお知らせください。はい、ハロー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 来ない。
ハロー、おいで。来たー、救助犬。はい、というわけで、ハロさんも一緒にお送りしていたような気がするの。気がするの。あ、まあ、止めちゃった。はい。よしよし。あ、何痛い。胸痛い。はい。じゃあ社長にも一言。社長一言お願いします。ふんふんという感じでしたね。はい。というわけで皆さん今日は久しぶりなので。スペシャルと題してたわけじゃないですけども、若干長めにお送りさせていただきました。良い夢を。Have a sweet dream. Have a chocolate dream. Bye bye.、落ちるよ。危ないよ。じゃあ、失礼します。